本日はですね、神奈川県の茅ヶ崎の方へちょっと向かっているんですが、それはなんとですね、釣りをする人なら誰もが知っているであろう豪気という、すごい高い釣り竿があるんですけど、その竿をですね作りに、およそ300メートル先、仙国山頂の本社の方へ伺えるということで、今から向かいます。いやー、豪気の本社に行ける日が来るなんて思ってもいなかったので、すごい嬉しいんですよ。右方向です。豪気の竿はね、何回か自分の YouTube のチャンネルの方でも紹介してますけども、右方向です。まあ一本やっぱり最低でも10万円はする竿でですね、今回はちょっと2本作りに行こうかなと思っております。もう初めてその豪気の工房というか本社というか、に伺うんですけど、どういうふうにその竿を作っているのかとかですね、すごい楽しみなんです。その竿がねどういうふうにできてくるのかもすごい楽しみですし、またその竿で大きい魚を釣れることも楽しみですし、まあなんて言ったってとりあえず、茅ヶ崎の方まで行ってみたいと思いますと。遠いんだこれがまた茅ヶ崎。およそ、さておよそ300メートル先、産業道路入り口を右方向です。うるさいですねナビが。さて、間もなくあと1キロぐらいで、その豪気さんの本社へ到着ということなんですが、僕その豪気の本社に行くのももちろん初めてですし、豪気の社長にお会いするのも初めてなんですけど、あれですよ、すごいですよ。まもなく右方向です。その先600メートルで左方向です。ね、何がすごいかと言いますと、そのね、豪気をインターネットでググりまして、豪気のホームページに行き、電話番号が載ってるじゃないですか。そこに僕が電話をして、いきなりですよ、何のアポもなく電話をして、すいません、西田正樹と申しますがと、普段から豪気の竿を愛用させていただいてますのいう話をさせていただき、ぜひ一度お会いして釣り竿を作りたいと思っているんですって言ったら、社長がどうぞどうぞと来てくださいということで心よく言っていただいたので、右方向です、今日こうして、向かっているわけなんですけども、どんな人なんでしょうか。若干ドキドキしておりますが、まあでも楽しみの方が全然多いので、ちょっといい竿を作りたいなと思っております。悩んでるのは色ですね。今何色にしようかとずっと運転しながら考えていたんですが、まあ今のところ候補としては一本はピンクで、もう一本はオレンジなのか黄色なのか、いやでも黄色はもう持ってるんでオレンジで行くのか、いやでも黄色とオレンジ似てるしなーなんて思いながら、まあいろいろサンプルとかあると思うので、そういうのを見せてもらって、決めていきたいと思います。さあ
目的地まであと500メートルです。どこでしょうか。しかしお腹空いたな。やってまいりました。ここが号機の本社です。それでは約束の時間にちょっと早いんですけど、早速行ってみたいと思います。クエカンパチ今度一緒に行きますか。ぜひぜひお願いいたします。釣れるとかいるんで豪気の竿で久米島でそのキハダを狙ってたら150キロぐらいのカジキがかかっちゃったんですよ。かかっちゃったっていうか、まあかかってて1時間半ぐらいファイトしたんですけど全然竿は平気で、まあ、6月の久米島と7月末のハワイと10月のメキシコは決まっていて、だからそのメキシコの大会は世界で一番でかいカジキの大会なんで優勝賞金4億円とかいうやつなんで、そこはちょっと大きいの狙って頑張りたいなと思っていて、まあ、ハワイの大会は、まあ、賞金というより名誉のやつなんですけど、でも昔そのうちの父親である松方さんはハワイのその大会で優勝したことがあってもう何十年も前ですけど、ね、うちの松方はだからその与那国にずっと行ってたんで、今回僕初めて与那国に行ったんですけど、その、まあ、与那国の居酒屋とかでみんな僕のことを気づいてくれて、わざわざ松方さんの遺品だよっつってもう化石みたいなリールと竿を持ってきてくれて、松方さんが与那国で使ってた竿とリールがいっぱいあって、それを要はその与那国の漁師さんたちがみんなで分けて持ってたんですけど、実際に見せてくれたんですけど、クソ重いしクソでかかったんですけど、テレビで釣った時にあの竿もうちで使ったんですよ。石垣のやつですか。石垣のもそう、山口のも、そうですね、この間に言われて、うちが作って、ありますね。え、そのブランクっていうの、はい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 、あれ、豪気なんですね。そうです、で、あれが結局安く、安価で作りたいですか、材料をかなり安く、はい、これでいいんですか、いいのに、不動産で、まあ、その値段でやりたい、安くやりたい。で、この間ドバイで、したんで作ったやつは全部ここのとおり、ルビー、その鳩の、ルビーでも質があって、鳩の血の色っていうやつがあるんですけど、その一番いいやつ。ルビー、そうそうそう。竿にルビー、これはベイトでやってます。なんじゃこれ、この曲がりっぷり。この色んだよ、ね、要は番組で4本サウナするんですけど、はい、1席に2人乗るんですよ、はい、僕ともう1人乗ってて、で2本ずつサウナして、はい、向こうはブルーなんですよ、はい、ブルーに白ベースでスピニングとトローリングを作ってて、はい、僕は豪気の竿を作りたいっていう話をしてて、なので映った時にある程度見栄えがする方がいいですね。あとハワイとメキシコで映える色、わかりました。使いたくない色ってあります？この色、青、青がだから、いや青は向こうと被っちゃうんで、それ以外は大丈夫ですか。そうですね、スピニングをピンクのこういう柄入りで、でもう一個のカジキのやつって普通のトローリングの方をハワイとかメキシコの海に似合う色って何色だろう。海っつったらもう青ですよね。だから青作っちゃった、青取られてるんで、
それでもいいんじゃないですかね。緑とか、うん、スピンはだから今 P が8号 P8 巻いてますね。スリップ温度っていうのは50ぐらいの方が、50って言っても強いですよ。ですよね。50、ポンド数で言ったら、例えばこれポンド数で言ったら、ああ、130ポンド以上ありますからね。それはそんなヘビーなのは俺が持たないです。まあ、こう柔らかいんですけど、はい、スタンディングでやるんですよね。いや、スイングをスタンディングでやるつもりではいますけど、わかんないです。これベイクだから、もうちょっと後ろに寝そべる。あー、無理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 。ちょっともうちょっと柔らかく、はい、もうちょっと柔らかくでお願いいたします。ちょっとこっちで調整して、はい、で、ガイドとか金がいいですか、シルバー。金がいいです。例えばこれ、はい、まあ、まあ金と銀のコンビで、はいはいはい、かっこいいけどな。ピンクに金、ギラギラした、いや、もうすごいよ。いや、もうギラギラした方がいいんじゃないですか、うん、テレビ的には。